はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、こちら生ビールです。キリンの一番搾りから出ました。超芳醇、一番搾り超芳醇。高濃度一番搾り麦汁を使用。アルコール度数が 6%。お、高い。濃いのにすっきりたっぷりの麦と一番搾り製法だから、できた味。原材料が麦芽とホップです。当社一番搾りより、高濃度に仕上げた麦汁を使用。こちらは限定醸造です。まあ一番搾りプレミアムだったからうまかったからな。案外うまいかもわからない。ちなみに今日はですね、東京で40度になったらしいです。はい。もうなってるらしいですね。現在ね、もうね、昼の1時の時点でもうなってたらしいんで。東京のね、どこだったか知らんけどね。こんなクソ暑い日はもうエアコンね、つけた部屋でね、まったりね、した方がいいっす。ビールでも飲んだ方がいいっす。ということで、皆さんご唱和ください。乾杯。これ揺れてるのわかる？これ。最近マジで手の震えがやばい。これも微妙だ、これ絶対。なんか、アルコール感が、すごい、アルコール臭がするんですよね。結構、若干。これはな。で、アルコール臭がすると同時に、そのアルコールの何か甘さみたいなのも結構あるんですよ。で、苦くないですね。むしろもう口に含んだ瞬間から甘いなって。なんかアルコールの甘さみたいなのが、ウォッカとか甘いじゃないですか。あの甘さ。ああいうなんかこう、甘さがあるんですよね。さっぱりしてないです。くどいですね。実に。実にくどい味。なんか、すっきりしてない。なんか、くどい。なんか、くどい。で、口に残る甘さが結構残るんで、何かこう、これおかしいですね。なんかおかしいな。これだったら普通の一番搾りの方がうまいな。あ、一番搾りのプレミアム。俺がさっき言ってたやつ。あれ最初瓶だったんですけど、今はギフト限定で缶のやつも出てるみたいですね。一番搾りプレミアムはすげえうまかった。瓶のやつも飲んでたけど。あれ前瓶だったよな。俺が飲んだのあれだよね。確かプレミアムは最初瓶で出てたやつだったよな。そう、これこれこれ。俺は以前飲んだ瓶で売ってたんですけど、あれすげえうまかったっすね。一番搾りプレミアムは久々のクソみたいにうまいビールだったんですけど、ブラウマイスターみたいな味でしたね。これが実にこの一番搾りプレミアムは本当に美味しかったんですけど、なんか、ブラウマイスターっていうビールあったじゃないですか。あれの味ですね。すごいこう苦くて。麦の香りもブワーッとするんですけど。まあ、これは大してあれだな。これ大してあれだな。
ちなみにこちらが2018年の6月の5日発売となっております。実にくどい。味がくどいですね。これダメだな、これ。何が超芳醇じゃボケかすって言いたいですね。普通の一番搾りの方がスッキリしてうまいわって。なんかね、甘さがあるんですよね、このね。ビールにはやっぱり苦いっていうのがやっぱ個人的には好きなんですけど。まあ、香りはいいですよね。香りはいいです。今だけしか楽しめない特別な一番搾りとか言ってますけど、嘘っぱちですね。これ普通の一番搾りの方がうまいわ。なんか超芳醇とか言って、なんか、適当なこと言ってるけど。やっぱ甘さがあるね。ビールにはやっぱあっちゃいけないものが甘さですよね。この、くどいこの、後味に残るこの甘さみたいな。これはダメですね。なんか、第三のビールの、でも、これ出せるレベルですね。なんだ。最近ほら、7% とか 8% とかさ、9% とか出てますけど、ああいう系の、なんかこう、明らかにアルコール臭いっていう味。それがちょっと出てますね。これダメだな、これ。まあ、ダメだって言うけど、まあ、あれなんだよね。普通の一番搾りはうまかったっすよ。最近リニューアルしましたけど、ね、半年前ぐらいにリニューアルして、出た、キリンの一番搾り。今までの一番搾り、すげえまずかったんすよね、単純に。薄い。どこが一番搾りなんだって、いう、ツッコミがなんで今までないのかわかんないぐらいの薄さなんで二度と買ってなかったんですけど、一番搾りリニューアルして、リニューアルしたんで飲んでみたらすげえうまくなってましたもんね。あれなら全然美味しいって思える。やっぱりビールってアルコール度数 5% がやっぱ一番いいのかなって思いますけどね。やっぱ、アルコール度数 1%、これ 6% なんで、1% 高いと結構やっぱ、アルコール臭っていうのは結構残るんですよね。残るんで、一番搾りプレミアムの缶のやつはね、どんな味するかわかんないですけど、また味変わってるかもしれないんで。まあ、今度買ってみたいと思いますけどね。ギフト限定ってなってますけど、多分ギフトじゃなくても普通に売られてると思うんで。はい。まあ、一番搾りプレミアムは本当に美味しかった。ブラウマイスターで、ブラウマイスターな味ですね。五つ星確かつけた記憶があるけど、すげえうまかったですね。まあ、個人的にやっぱビールで苦いっていうのが好きなんですけど、まあ、ブラウマイスターっていうビールが昔、今も出てるかもしんないけど、出てるか。ね、まあ、期間限定で出ますけど、まあ、昔のね、ブラウマイスタービールは本当に美味しくて、まあ、今もまあ、うまいんですけど、苦さっていうのがすげえ際立ってて、すげえ、香りもすげえいいんすよね。あれはやっぱりうめえなぁと思うな。本当に、ブラウマイスタービールは本当に
個人的に今まで飲んできたビールの中でも、まあまあ、三つ星ぐらいに入るんじゃないですかね。三つの指に入るんじゃないですかね。まあ俺結構ほら、なんでもそうだけど好きなものでさ、一個選べとか言う人いるけどさ、一番好きなビールはって言われてさ、そんな一本に決められるわけねえじゃん。なあ、お前好きなビールなんて腐るほどあるんだよ。腐るほどあるからさ、そんな1位って決められないよね。そんな単純にさ、決められるもんじゃないんですよ。当然夏に飲むビールで一番好きなのもあったり、その冬に飲むビールで一番好きなのもあったりするでしょ。もう季節ごとにまあ変わってくるじゃないですか。うまいビールなんてのは。ね。やっぱり夏とかだとすげえさっぱりした。ね。まあコロナビールだとか。ね。あと、キリンのハートランドビールとかも好きですけど。ハートランドもすげえ大好きで。マジであれも三つ星の、三つ指の中に入るね。で、かといって、まあキリンのラガービールとかも大好きだし、さっき言ったブラウマイスタービールとかも大好きだし。ねえ。まあ、キリンのクラシックラガーだって大好きだし。うん。まあ、キリンだけじゃないっすよね。それは他にもサントリーだと、サントリーだったり、アサヒだったり、ね。札幌だったらあるじゃないですか。いろいろ、やっぱ好きなので、ね、腐るほど飲んできたんで。ビールとかも腐るほど飲んできたんで、やっぱ好きなもの、ウイスキーとかもね、まあ腐るほど飲んできましたけど、じゃあウイスキーであなたが一番好きなウイスキー何ですかってさ、聞かれても無理だよね。答えられねえよね。そういうもんだよ。まあ何でもそうだけど、自分のさ、好きなものってさ、まあカテゴライズのものがあるじゃないですか。まあ俺はゲームだったから、ゲームとかも好きだし、ゲーム、まあ、ファミコンとかスーファミとかさ、プレステとかさ、そういった類の、まあビール、ゲームね、もう好きだし、でもそれは一つ、選ぶとしたらって選べねえよね。そんなたくさん神ゲーがあるんだからさ、神みたいなゲームなんて5万とあるわけよ。だからそれと同じでさ、好きなカテゴライズの酒の中でさ、一番何が好きですかってさ、言われてさ、そんなの分かるわけねえだろって。そんなんさ、決められるわけにいいじゃん。もうバカかよ、お前って。なあ、本とかさ、例えばの話、漫画とかでさ、一番好きな漫画は何ですかって言われてさ、漫画好きに聞いたらさ、絶対答えられないですよ。一番でしょ？なあ。お前一番を選ぶってことは、その他を、下に見るってことだからね。一番を選んだ、それ以外のやつを、下に見るっていう、見下すっていう意味で、そんなのできねえよね。やっぱり、一番のやつよか、劣ってるっていうことになるんで、俺なんてマジで、好きな酒なんてさ、もう100個ぐらいあるぜ。一番にあげたいやつなんて100個ぐらいあるからさ。な、無理だよね。うわ、にしてもこのビールは甘いな。なんかすげえ甘いな。なんだこの甘みは。やけに甘いぞ、これ。コク、コクもあるような気もするけど、まあ、あるとして、甘み強い。香りもまあ。気に食わないですね、これ。二つ星にしとく。気に食わない。単純になんか超芳醇とかなんか、ドヤ顔してさ、超芳醇とか、簡単にさ、超をつけるやつだって大嫌いなの。何が超だよって。
何がスーパーサイジン、ゴッドスーパーサイヤ人だよって話。4432です。ご視聴ありがとうございました。